皆さん、こんにちは。ソニーコンピュータサイエンス研究所、副所長と京都研究室の室長をやっております、歴元です。で、京都研究室で、弱引というプロジェクトを開始しましたので、まあ、ソニー CSL 京都の、京都研究室の概略と、あと弱引の研究の狙いについてお話をしていきたいと思います。で、ソニーコンピュータサイエンス研究所京都研究室は、ソニーコンピュータサイエンス研究所、略してソニー CSL の、3つ目の研究拠点です。で、東京、パリに続いて、京都、2020年に開設されました。で、その後、ローマも開設されて、今、4つの研究拠点の体制になっています。で、特にこの京都研究室ですけれども、開設の狙いとしては、まあ、京都に研究所を持とうということで、技術と文化が高度に融合した、豊かさというのをキーワードにして研究を展開しています。で、これまでの、まあ、ソニー CSL にはないような研究だったり、人材ネットワークの開拓、あるいは国際的人材、監査の人材といったことを狙いにしております。で、ソニーコンピュータサイエンス研究所、ソニー CSL は、まあ、今までコンピュータサイエンスであったり、まあ、AI だったりという、まあ、コンピューターの技術を使って人類に貢献するということを展開してきたんですけれども、特にこの京都では、豊かさということをテーマにして、さらに技術と、それから文化が高度に融合したような研究をしていると行っています。で、また同時に、まあ、皆さんもコロナでいろいろ大変なことがあったと思うんですけども、実空間の制約を超えるような、まあ、リアルとバーチャルの融合といったことも実証的に研究を行いたいと思っています。で、この豊かさという言葉なんですけれども、まあ、日本語で、まあ、豊かですねというのをよく言うんですけども、なかなか、よく考えてみると、まあ、深い意味を持っていると思うんですね。で、単純に、お金持ちであるとか、そういうことじゃなくて、実は英語で訳そうとすると、ウェルスとかリッチネスとかアバンダンスとかって言うんですけど、なかなか、ぴったり決まる言葉がむしろないというふうに思ってます。で、ちょっと源氏物語から引いてみますと、源氏物語にこういう一節がございます。高き身となりても、豊かにいるべる方は遅れ。で、これは、まあ、高貴な方なんですけども、豊かにいるべると言ったりとして、豊かなことを考えてするようなことができない人がいるねというようなことなんですけれども、豊かっていうのは単純にこうお金があったりということだけではなくて、何かこうもう少しその深い意味を持っていると。で、特に大和言葉の豊かっていうのは物質とか富のみを意味しないというところに重要な価値があるんじゃないかなと思っています。で、私たちはちょっとそれを読み解いて、二つ、今日は、テーマがあるかなと思ってお話をしようと思っています。で、一つは、リアルとバーチャルの、まあ、高度な融合。で、もう一つが、ちょっと面白いかもしれないですが、自動化とお手前という観点でお話をします。で、最初のリアルとバーチャルなんですけども、今、メタバースのように、こう、バーチャル空間で生活するみたいな、VR とかですね、そういうのが非常に進んできてきていると思っています。で、まあ、我々もその VR とか AR 研究でも20年以上もずっと前からやってるんですけども、まあ、リアルとバーチャルというのは、まあ、どちらも大事で、まあ、むしろその融合した領域が、まあ、非常に豊かであるというふうに思っています。で、バーチャルの世界っていうのは、まあ、スマートであったり、まあ、テレワーキングとかコミュニケーションができたり、まあ、機能とか効率が、まあ、バーチャルの世界で、担えるとすると、むしろリアルの方はそういったところができないような、まあ、季節だったり食べ物だったり、こうフィジカルなもの、それからまあ健康であったり、あと生きがいであるというような、そういったところの豊かさを担保するようになるでしょう。で、現代ではこのどちら片方というよりも、むしろその両方が融合したところにこそ、リアルとバーチャルの豊かさがあるというふうに思っています。で、これ、お茶の世界から、考えてみますと、有名な四柱の三居という言葉があります。で、これは、山の中の佇まいを都市の中に持ち込むということが、お茶の、まあ、建築の美学として、まあ、考えられています。で、ここですごく面白いのは、現実、お茶室っていうのは、リアルなもので、物質とかマテリアルというのは非常に吟味された、現実、リアルの、まあ、芸術作品であると同時に、山の中の雰囲気というのを都市の中に再構築するという、こう、現実を一旦抽象化して、それをまたリアルに戻しているというような、まさにリアルとバーチャルの融合ということが、まあ、考えられているということがあると思います。なので、単純にこう自然のままではないし、単純に人工物ではないというところに、面白さがあり、美しさがあるかなと思っていて、まあ、このまさにリアルとバーチャルの高度な美的な融合ということが、私たちが目指している豊かさということにつながるかなと思っていて、まあ、400年前の BC というのは、まあ、今の VR、AR を超えてるんじゃないかっていうような考えで、こういう研究を進めたいなと思っています。で、これは京都で、京都、今年も10年ぶりぐらいの大雪があって、まあ、こういう非常に美しい景色が見えたんですけども、ここでも天然の
景色だけではなくて、人工物である清水寺があるということで、人工物と天然の、まあ、融合、美しい融合ということが、多分京都のすごく美しさを、になっていると思うんですけれども、まさにリアルとバーチャルが、まあ、高度に、重なり合っているというところが、まあ、いいかなと思ってます。で、一方、これ逆に東京なんですけども、これ渋谷の某アイスね、スクランブルスクエアですけども、なんかこれを見てると、見える景色も CG みたいだし、で、ここにフィジカルにみんな集まってるんですけど、やってることはなんかコンピューターの操作だったりして、本当はバーチャルなことができると。なので、リアルとバーチャルの高度な融合といっても、美しかったり、暮らしたいと思ったり、豊かだったりと思うのと、多分そうじゃない、逆の意味でこう、融合してしまうってこともあるかもしれないと。なので、そこに、どういう豊かさを担えるかっていうことは、まあ、京都で研究するってことの一つの大きな理由かなと思ってます。で、なのでですね。で、もう一つの観点は、自動化とお手前というちょっとことを考えてました。で、これ最近、AI が、非常に進展してきてで、翻訳をしてくれたりとか、文章を要約してくれたりとか、文章に答えてくれたりっていうことがあって、で、オートマティックに何でもコンピューターがやってくれる時代っていうのが、まあ、来つつあります。到来しつつあります。で、そうすると、じゃあ掃除をするには掃除のロボットがしてくれるというふうに、人間がやりたくないことを自動化するっていうのはいいんですけども、本来私たちがやりたいこと、たとえ自動化できてもやりたいことっていうことに逆に価値があると思います。で、例えばピアノの演奏って自動ピアノっていうのは昔からあるわけですけども、自動ピアノが横で素晴らしい演奏を弾いてくれるのと、自分が自らこうピアノを練習して、拙い演奏でも自分でできるようになるっていう嬉しさっていうのがある。というふうに、自動化した方がいいものと、自分でやった方が、あるいは自分でやった方が幸せと思うものっていうのは対比があると思います。で、お茶の世界で言うと、まさにお手前というのは、まあ、実際にその人間が行為としてやることに非常に価値がある。まあ、そういう美的に洗練されて、最適化された動きだというところに意味があると思っていて、でそれは実は AI 的な側面もあって、動きの最適化って、こう、コンピューターで言うと、非常にオプティミゼーションとか、AI 的なコンピューテーションの側面もあるわけです。で、ただし一方それをロボットがやってしまうんじゃなくて、私たち人間がやることに嬉しさであったり、美しさを感じる、充足感を感じるというところがありますので、そういったそのお作法としての、行為を、まあ、我々はコンピューターの技術を使って、技能伝承をサポートするようなことを考えています。で、これちょっと余談なんですけども、まあそういうことを考えてて、自動化とお手前っていうその対比っていうのはあり得るかなと思って、チャット GPT に聞いてみたんですね。で、チャット GPT にいろいろ質問すると答えてくるんですけども、自動化とお手前を比較してくださいって言ったら、こういう答えが出てきました。で、自動化とお手前は、目的、手順、役割などが大きく異なることがわかります。ただし、どちらも効率性や精度、美意識などの価値を追求することは共通しているとも言えます。というふうに非常になんか、ちょっとこれ聞いて、見て感動したんですけども、まあ、AI もこういうふうに言ってくれるような、実は全然違うようなこう AI のオートマティックなロボティクスなのと、人間がやるお手前の世界っていうのが、まあ、共通してるところもあるし、違うところもあるっていう、そういう、まあ、側面があって、そこが非常に面白いかなと思ってます。で、まあ、そういうような観点で、バーチャルとリアルの高度な融合、あるいは自動化と人間がやった方がいいっていうことの対比みたいなことを、まあ、豊かさの大きなポイントとして考えながら、研究してるんですけども、ソニーコンピュータサイエンス研究所の京都研究室で、ジャクインというお茶室を、作りました。で、これはサビエ文化研究所さんの監修で、スキヤ建築のサビ会に、建築をしていただいた、まあ、非常に本格的な、まあ、オーセンティックな、お茶室です。で、よくお茶室の研究といって、すごくこう、プロジェクターが入ったりとか、技術がこう、前面に押し出されているような、まあ、そういうようなのもあるんですけども、私たちは、まずはその、お茶室として、本当にその空間としての美しさだったり、そこの佇まいということを感じつつ、実はこの写真にはないんですけど、この上側に、非常に高度なセンサーが組み込まれているというような、まあ、技術が、裏にはあるというような世界を作っていて、こういう空間で先ほど申し上げたようなリアルとバーチャルの高度な融合であったり、あるいは自動化と人間というの対比のような研究を進めていきたいと思っています。で、このジャクインという、言葉ですけれども、これまさにわびさびのを象徴するような単語でもあるんですけど、ジャクインと言って、私たちが昔からやっている、ジャクインというプロジェクトを象徴していることもあります。で、このジャックインっていうのは、サイバーパンク SF の元祖であるウィリアム・ギブスンさんが考え出した、まあ、仮想空間ですね。バーチャル空間、サイバースペースにこう全感覚を
持ってこう入り込むっていうことをジャックイン、飛び込むと言っていたんですけども、まあまさにそのサイバー空間に飛び込むジャックインっていうのが、まあこうリアルとバーチャル融合した世界にもジャックインするというようなコンセプトで、このお茶室をジャックインというふうに名付けていただきました。で、研究としては、まだ開始したばっかりですけども、まあ、このお手前のお作法を完全に3次元で、キャプチャーしてそれを再構築するような、ジャックインスペースを応用したような作法伝承の世界であったり、あるいはお茶道具を、これもニューラル、レディエントフィールドっていう、最先端の、人工知能の技術を使って、お茶道具であったり、お菓子だったりっていったものの光線空間を完全再現して、そういう質感を3次元的に再構成するような立体茶会器の研究であったり、あるいは障子とか空間があるんですけど、そこに透明度が変化するスクワマという技術を入れたような雪見扉であったり、あるいは西陣の模様を AI のディフュージョンモデル、ジェネレティブモデルを使って新しい模様を AI が生成したりすることを、それを最終的には西陣の布として作るというような、こういうような研究を始めたところです。はい。ということが概略、ジャックインプロジェクトの概略で、こういうことを通じて、豊かさとは何かっていうのを、20世紀的な技術と文化の高度な融合ということで進めてまいりたいと思っています。皆様、こんにちは。サビエ文化研究所の主催、泉と申します。今日は、このジャクインから、我々がやろうとしているところのお話を少し前段としてお話しさせていただこうと思っております。まず、本当にまず、そもそも我々が何者なのかというような話になってまいりますけれども、サビエ文化研究所というタイトルがついております。こちらはですね、私自身は今、茶道の裏千家という流派におりまして、裏千家でお茶の修道に励んでおります。その活動の一環といいますか、茶の湯を広く伝える活動の一環として、サビエ文化研究所という取り組みを行っております。この組織に関しましては、もともとは私の父でありました泉宗弘という、これも裏千家でお茶をやっておりましたけれども、がサビエ文化研究所という組織を起こしまして、30年ほど前になりますけれども、茶の湯の新しい形を模索する活動ということで、30年ほど前に創立いたしました研究所です。その折は、さまざまな展覧会形式のイベントであったり、茶の湯に関連するプロダクトの開発とか、そういったものも行っておりましたけれども、私の父が2003年に、亡くなりましてからは、主要な活動を休止しておりました。私自身はそのサビエ文化研究所の取り組みに大変共感を覚えるところがありましたので、昨年、私が2代主催という形で、新しくまた活動を再始動させるということになりました。そもそも、新しい茶の湯の形を模索するといいましても、どういったことをやってたのか、またどういったことをやりたいのかという話でございますけれども、そもそものこのサビエという言葉のご説明からさせていただこうと思います。先ほど来お話ししておりました私の父、泉正和というのがですね、現在の裏千家の家元の座房斎、千宗室お家元の実弟であります。茶道であるとか茶会というと、なかなか敷居が高くて、そういった言葉が持つ一種の固定概念みたいなものが抜けきれないと、茶会を開催するとなっても、なかなか一般的にはそこに飛び込みにくいというようなこともございましたので、そういった固定的なイメージを打破するために、茶の美しさ、茶の美に出会うというコンセプトを持つ言葉として、このサビエという言葉を提唱いたしまして、茶の湯文化が持っている本質的な楽しさであるとか喜びのようなものを、伝統的な茶会の形式からは少し外れる形にもなる場合もあったかもしれませんが、そういった活動を通して現代の生活、その時の生活している方々に対して伝える活動として取り組んだのがこのサビエという活動でございました。実際、そもそもですね、私どもがやっている茶道というと、一種の芸能でございますけれども、何やってんだろうというような話がまず第一あるかと思います。
あまりこう馴染みのない方にとってはですね、お菓子とお抹茶をいただくだけなのかなというふうに思われることも多いかと思います。実際、たくさんの方がお入りになるお茶会などだと、お菓子とお抹茶が出てくるだけで終わるということも もちろんございますが、それは一つの略式の形でして、茶の湯というのは、実はもっとたくさんのことが行われております。一番こうフルコースといいますかね、長い、一番略してない正式な形の茶会のことを茶事と申します。その中では、懐石と呼ばれる、お食事を食べて、お酒を飲んで、お互いにお酒をついだり疲れたりしながら、お酒を酌み交わして、その後にお菓子、デザートとしてのお菓子が出てまいります。その後、お濃茶と呼ばれる、こう、濃いお茶。そして、お日菓子と呼ばれる、ちょっと軽めの お菓子ですね、をいただいた後に、一般的に皆さんがお抹茶としてイメージされるような薄茶と呼ばれるお茶をいただく。これが、一連のフルコースとして、行われているのが、茶事と呼ばれる正式な茶会の形になります。これはですね、もともと一般的に宴の世界ですけれども、利休様の時代にもお客様が来たら自分たちなりのもてなしをするということで、お食事を出して、振る舞う、これは今でいうところのホームパーティーみたいなイメージに近いかもしれませんが、そういったことの中で心を通わせ合うということが茶会の茶の湯で行われている、本当に根本としての大事な部分だと私自身は思っております。そういたしまして、今行われている茶の湯、皆さんが思われているような伝統としての茶の湯の継承というものを考えるときに、どちらかというと作法をきっちりとして、その中でこう間違えたら怒られてしまうんじゃないかみたいな話はもちろんあるんですけれども、そういったイメージとは裏腹に、もっともっと寛容な茶の湯の世界というのがございますので、そういったところの本質を私たちは新しくサビエの活動を通して、伝統的な茶の湯に基づきながらも皆さんに茶の湯の本質的な楽しさであるとか喜びを知っていただくために、言葉を少し変えてサビエという取り組みの中で、さまざまな試みをしてまいろうというようなところが私たちの活動の一番の趣旨になります。で、歴史的なところで見てまいりますと、もともと30年ほど前にサビエの活動というのが始まりました。一番最初はクラフトシアターサビエという、イベント形式のお茶会でございます。工芸の作家さんたちが自分たちが新作を制作してそれを披露する展覧会の形式というだけではなくて、お茶会の亭主とお客様、のような関係性で亭主さながらにお客様と交流するという趣向の中で自分の新作を PR するというかお話しするというような取り組みをクラフトシアターサビエというイベントとして開催しておりました。本当にこう一般的な茶会のイメージとはまた別に新たな魅力をお伝えするためにこういったイベントに取り組んでいたわけですけれども、この右上におりますのが創立者になります泉正和総工になります。でその後こういった取り組みに賛同していただくクリエイターの方々、アーティストの方々というのがたくさん出てまいりまして、いろいろなクリエイターの方々とのつながりの中で、現代において茶の湯というもの、先ほど申し上げたように茶の湯というのは、食事を食べてお酒を飲んでというような流れの中で、食がございます。また私が今着ているような着物、そして今若院として建てましたこういう茶室のように、衣食住の文化における日本の伝統というのが詰まっているのがこの日本茶の湯の文化というふうに言えます。その総合芸術としての茶の湯というものを、いかに現代的に伝えることができるか、また今ように作り上げることができるかというのを考えて、さまざまなクリエイターたちの方々と作り上げた展覧会形式のイベントが、このサビエ禅という形に結実いたしました。茶室を作っていただいたり、茶道具を作っていただいたり、皆さんに召し上がっていただく食事の食器、器を作ったり、そういった中でトータルでコーディネートしながら、このサビエの活動を楽しんでいただいたというような流れになります。こちらクリエイティブメンバーという形で参加いただいた皆さんのお名前が入っておりますけれども、こちらは長くなりますので割愛させていただきます。
まあ、その後も何度か同じような取り組みとして、まあちょっと趣向を変えながらいくつか展覧会形式のイベントというのが開催されました。でこのサビエの目的というのを創立者である泉正和はこのように言っております。サビエの目的は茶道という伝統を破壊して新しく見せるための茶会ではなく、この多面な要素を持つ茶の湯文化を常に今において検証し、その本質を現代生活者に伝達することである。まさしくこの本質を現代の人たちに伝達するためには、茶の湯の伝統における継承という問題と同時に、茶の湯が持っている文化の本質、それを探求するという取り組みが不可欠になります。私たちはこのサビエ文化研究所という活動を通して、この文化の発展的な未来というものを見据えたときに、伝統の継承ということと、また本質の探求、これらをまあ両輪として進める必要があるというふうに考えております。再始動するサビエ文化研究所においては、特にこの後者のアプローチに立ちまして、研究と実践に取り組むことで、まあ文化の総体としての文化的充実を図る。それによって茶の湯文化の発展における一翼を担うことを目指すというような立場に立っております。まあ、私自身は裏千家茶道のにおける伝統の継承という部分に、まあ、微力ながら携わってまいりましたけれども、まあ、そういった立場とは別に、茶の湯文化の本質を伝えるためにどうすべきかということを、まあ、いろいろと考えて、実践してまいりたいなと思っているところです。そしてまあ一番重要なポイントがこちらですけれども、そういった思いを持って活動しておりましたところ、ソニーコンピューターサイエンス研究所様とご縁をいただきまして、まあいろいろその技術、科学技術の世界と茶の湯文化の伝統の世界、まあ一種こう少しこう相反するような部分もあるかもしれませんが、先ほど歴元先生からのお話もありましたように、まあデジタルの世界とバーチャルの世界とリアルの世界というものが一つフラットに作り上げられていく空間というものをもう一種の理想形としてあるだろうと、まあ、もちろんそのコンセプトに沿って作り上げていく中で、伝統の世界は伝統の技法だけでやればいいということではなくて、もちろんその中に解決されるべき事柄というのはたくさんございます。まあ、そういったことの中で、お互いに相互で、発展し合えるんじゃないかというようなことから、今回共同での取り組みに参画させていただきました。この寂院という茶室でございますけれども、室町時代頃から茶室のコンセプトとして掲げられておりました四中の三居、これは先ほどもお話ございました都市の中に山里の風情を感じるような空間を作って、まあ、その中でお茶を楽しむというようなことでございます。まあ、そういった、まあ、都市の中に、作り上げる、自ら創意工夫の中で産業を作り上げるというような考え方、これは昔からあって未だに茶の湯の中に根付いている感覚でございますけれども、まあ、これをですね、まあ、コンセプトとして現代の都市の日常空間ですね、こういうオフィスのような制限された制約された環境の中においても市中の産業を実現するためにはどうすればいいのか、またその場合の室内の照明でどうすべきかなと、また茶室への動線というのはどういうふうに考えたら市中の産業としてのコンセプトを果たすことができるのか、まあ、そういったさまざまな問題を一つ一つ技術の導入など取り入れながら解決した先に出来上がったのがこの茶室寂院でございます。まあ、この茶室寂院を拠点といたしまして、これから私たちは茶の湯の世界の発展を見据えながら、また科学技術を通してどのような文化に対する取り組みができるのかということを研究と実証を重ねながら進めてまいりたいということで、この茶室をまずは企画の第1弾という形でモデルケースといたしまして、共同での取り組みを進めてまいりたいなと思っているところであります。写真は、3畳の土間席と4畳の増板席というふうに書いてございますけれども、この寂院の茶室に関しても後ほど詳しくはご説明させていただくことになるかと思いますが、研究と実証を重ねることができるように茶室自身もさまざまなバリエーションに対応できる茶室として、通常のバージョンと、拡張した時の4畳のバージョン、まあ、そういったものを空間としても作り上げております。
まあ、そういった形の中で、これからチャンネル文化の発展的な未来を作り上げられることを作り上げていくことをに邁進して、いい形で相乗効果を発揮できるような形を作っていきたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。